バイキングウェアは、カナダのビクトリアに、本拠地を置き、航空機及び航空機部品、システムの製造を行っている企業である。DHC-6 ツインオッターの新シリーズや、DHC-2 ビーバーの改良版のほか、過去のデハビランドカナダ機向け交換部品、ベルヘリコプターテキストロンの構成部品などの製造も行っている。1970年、航空機の改装。 販売、修理を行う企業として、ビクトリアで設立された。創業者のニルス・クリステンセンは、ノルウェーのオスロ出身で、トロントのデハビランドカナダで働いた後、カナダの各航空関連企業で航空機の改装や保守を担当してきた人物である。会社設立当初は、水蒸気への改装を主な業務としていた。1983年には、 d h c 2ビーバー、d h c 3オッター用の交換部品の製造及び供給の独占権を取得、事業を製造主体に移行し始めた。2003年にはトロントの投資グループウェイスターカークキャピタルの所有となり、資金の裏付けを得たバイキングエアは過去のデハビランドカナダ機前期に対する部品、製造関連事業をボンバルディアから買収した。 さらに2006年2月24日には、ボンバルディアより、すでに製造が終了したデハビランドカナダの旧機種に、対する形式証明の譲渡を受けた。対象となったのは、以下の、各機種である。DHC-8 は、ボンバルディアエアロスペースによる生産が続いていたため、譲渡の対象外となっていたが、2018年11月に、バイキングエアの親会社である。 ロングビューアビエーションキャピタルが DHC-8 に関わるすべての事業の取得に合意した。DHC-8 の事業取得を機にロングビュー社は合わせて取得したデハビランドカナダの商標を復活させている。バイキングエアはこれをもとに新型機の開発製造を行う権利を獲得し、2008年以降は DHC-2 ビーバーと DHC-6 ツインオッターの製造を行っている。2016年には、ボンバルディアエアロスペースがカナディアから取得した CL-215 と、ボンバルディアによる改造機である CL-415 を製造権を取得している。2008年10月1日に行われたシリーズ400の初飛行の様子2010年のファーンボロー国際航空ショーで展示された。 DHC-6 シリーズ4002007年4月2日、バイキングエアは DHC-6 ツインウォッターに、より強力なプラットホイットにカナダ PT6A-34-35 エンジンを乗せ、シリーズ400として製造を開始、オプション購入分を含めて27機をすでに受注していることを明らかにした。 シリーズ400のプロトタイプ機による初試験飛行は2008年10月1日にビクトリア国際空港で行われた。2010年2月にはハネウェルのデジタルフライトデッキとコミューター向け内装を備えた最初の機体が飛行を行った。バイキングエアは DHC-2T ターボビーバーの名称で DHC-2 ビーバーの改良版の製造も行っている。 ありがとうございます。